確かこの辺りに。くるみさん、何をしていらっしゃるのですか？百科事典をどけて。棚の奥に何かあるの？あった！紙？音符が書かれていますが、くるみさん、これは一体何ですの？私、はるなちゃんに見つけてもらおうと思って。この紙を、ですか？まさか、百科事典の最終巻をですか？うん。もしかしてくるみちゃん、百科事典をどこかに隠しちゃったの？図書室のものだから、それはダメだよ。今からでも返そう、ね。私もそうしたいんだけど、隠した場所が思い出せなくて。この紙は、百科事典を隠した場所が書かれてるの？そう。私、この紙も百科事典も、もう春菜ちゃんが見つけてくれたと思ってたんだよ。いたずら成功したんだって。でも、棚の奥に入れすぎて、ずっとここにあったみたい。私もそんないたずらを仕掛けられた記憶はありませんが。あれ？おかしいな。初めてのいたずらで、それが成功したって覚えてるのに。とりあえず、その紙に書かれた場所に行って、百科事典を探そう。そうですわ。私のように最終巻を読めなくて悲しんでいる方がいらっしゃるかもしれません。音符のマークだから、音楽室のことかも。きっとそうに違いありませんわ。さあ、行きますわよ。音楽室に来たのはいいけど、一体どこに隠してあるんだろう。くるみちゃん覚えてる？でもここに本はないと思う。いろんなところに紙を隠したことはぼんやりと覚えてるから。つまり一筋縄ではいかないということですわね。くるみさん、先ほどの紙をもう一度見させていただいても構いませんか？うん。白と黒の音符のマーク。音楽室ってこと以外わからないの。ひとまず紙を隠せそうなところをいろいろ探していく？その必要はありませんわ。え？はるなちゃん、どこに隠してあるか分かったの？はい、音符は白と黒が2つ。つまりこれは鍵盤をピアノを指しているに違いありません。ということは蓋の裏とかに違いないの？えい！蓋の裏にはないね。あれ？じゃあピアノの本体に貼り付けてあるかも。ない。ピアノの蓋や側面は分かりやすいですし、紙も貼りやすそうですが、逆に言えばすぐに誰かが見つけて剥がしてしまう可能性があります。特にピアノは定期的に調律もされているでしょうし、何かあればすぐに気づかれてしまうと思います。じゃあもうないかもしれないってこと？もしくはもっと見つけづらい場所に隠してある可能性ですが、小学生、しかも1年生となればピアノの中など極端なところには隠さないと考えられます。つまり普段は見ないけれど単純な場所、例えば。はるなちゃん、ピアノの下に潜っちゃったの。はるなちゃん、あった？ええ、ありましたわ。はるなちゃん、すごい。ピアノの裏か椅子の裏だろうと踏んでいましたが、やはりピアノの裏に貼り付けてありました。確かにここだったら普段は見ないから、誰かに捨てられる心配はないの。さすがはるなちゃん、伊達にいたずらされてないね。当然です。ってくるみさん、張本人のあなたに言われたくありませんわ。そもそもあなたが思い出してくだされば、こんなことせずとも簡単に百科事典を見つけられますのに。だって思い出せないんだもん。
まあまあ、くるみちゃんが思い出せるまでこうやってみんなで探していこう。はるなちゃん、次はどこに行けばいいのかな。次は